青鬼2ってことでね、皆さん待ってました <laughs> 待ってましたって聞いちゃったわごめんね、えー。僕ね、あの、3月ぐらい約半年前ですね。もう半年も経ったからあれから。えー、こんな感じで全種類クリアしたんですけども、まあ、青鬼3をやりたいわけですよね。ね青鬼3やる前に、えー、なんとこのゲームですね、青鬼2、まあ、青鬼1にもあったんだけど、まあ、それはね、えー、クリアしてやるんですけども、まあ、こんな感じで、あの、上上上上 上、上辺何 <laughs> てないうのか、旅人編っていうのがあって、これがなんかね、なんか3に繋がる話とやらをなんか聞いたんで、ちょっとこれを今日はやって、えー、また次回次回ぐらいに3をまたやりたいと思います。はい。<laughs> まあ早速ね、ちょっと僕の流行る気持ちあるんで、やって参りましょうか。旅人編。これ一体誰なんだろうね。やっていきましょう。ここはどこだ <laughs> <laughs> まずお前は誰だっちゅう自己紹介してくれよ。そうか。確か、公開中に、ええー、えー、えー、何とかに流され、飲まれて。なのに、どうしてこんなとこに確かにな、海だったんじゃないの記憶がない。怪しいね。こいつ青鬼なんじゃねえか外に出たら何か思い出すかもしれない。とりあえず、外に出てみよう。すごい外で雷鳴ってる。<laughs> <laughs> ちょいったんセーブしようなんかもうねちょ怖いわこういうさホラーゲームやるときに雷鳴ってるちょっとやめてほしいなちょ僕ちょ驚いちゃうマジでいやじゃあやっていこうえーまずこの辺ちょっと調べてか血液パック青く濁っている青くえーじゃあもう何お前青鬼ちゃんお前天敵なんか撃たされたじゃん絶対なんかよからぬ組織にいようえー、錆びついていいって動きそうにもないうん外は薄暗い これ出りゃいいのかななんか怖いなじゃあさあのちょっとだけあのスマホもい,いからちょっとやだな一応一旦セーブしようやっぱねセーブは大事だからねちょっと僕はやり直すのだけは本当に嫌なんだよ、ね、な謎解きとかだからこまめに一応セーブだけはしておくわそこだけなすまねえないろんな医薬品が置かれているうわーシアとあんじゃんもう絶対あんにいるこっちに鍵がかかっているようだ あーあ青地だ、青地、<laughs> 青地があるなぁ。ちょいっセーブしよう。これ怪しい。絶対怪しい。絶対出てくる。絶対出てくる。もうここに出てこなかったら僕はもうね、うん、なんもならんわ。勝った。あ、出てこなかった。よかった。<laughs> よかった。調子乗って。もうここに出てこなかったら死ぬわとか言うところだったわ。よかった。あんまね、あの死ぬとか言わないようにね、皆さんも。で、カッター手に入れたけど、これどうするんだろうね。どっかへ使うかな。えーと、じゃあ、一旦セーブしよう。 これ下に行く感じかなだってここ鍵閉まってたもんな。だって他に行くとこねえもんな。ってかここ2階なんだ。でああ、ここ病院なんかなさっきも死中止中みたいなねと、カ <laughs> ミだな。なんか塞がれてる。ここ通れない通れねえな。<laughs> なんか動き、動いたりしねえか、ここ。うーん。鍵は閉まってる。どこ行くだ、これ。一旦捨てるしよう。 やべいきなり詰まっちゃったなこれどうするのこれここ通れないもんねやべ鍵閉まってて上も鍵閉まっててカッターをどっかで使うのかカッターカッターカッター <laughs> カッターをどこで使うのこれうんまあ思い当たるところで言うとこのベッドか足当たるもんなここでカッター使ってみるとかあ違うがかった ここかなんか,なんか布団の中になんかあの鍵があるとかそういうのじゃないそういうのじゃないねえー、これどうするんだろうこれ何 <laughs> これ何このカッターで自分の喉をかききれっていうのやだよ、ね、そんな簡単知りたくねえよ俺どうすんのこれここは鍵だもんね <laughs> ここかあこれでカッターを使ったら中から鍵が出てくるとかそういう感じあ違うカッターわ違うカッターなあ ああ、どうするんだろうな。こっちも行けなかったな。<laughs> しょうもな。あ、これ。あ、違うか。えこれじゃないあ,あ来たカッターで手で気があるああ、観察室の鍵ゲット。診察室だったね、今、感じ、完全に。<laughs> なんだ、観察室と診察室のち違いって。ちもう、滑舌がまんねえ。ちょっともうロレスがまんねえんだけど、ちょっとさ。 やっぱね、僕、あの、僕、17歳なんですけどもね、親知らずが最近生えてきてさ、やっぱね、ちょっと、なんかこう、噛み合わせが悪いというか、あれなんだよね、本当に。だからああねそういうこともあるんですよ。飼骨が倒れて、ちょ、びっくりするなうん。<laughs> ちょ、この頭だけ持ってこうぜ。頭持ってってさ、青に投げつけようぜ。そしたら青鬼も逃げてるかもしれね。うん。これ怪しいね。 ん奥に何があるぞ。バールはい、もうバールゲットしたらもうね、無敵ですね。もうこじ開けりゃいいんだよ、なんでも。<laughs> もういざとなったら鬼の頭にガツンと決めちゃえばな、ね、一発。よし、これ怪しいな。何も調べられない。うん。えー、これは見れない。もうとにかく調べることは大事なんだよな、鬼は。おっとなんか出てきたね。病室。あーっと。 と、これはもう、青鬼が登場するパターンだ。これ、セーブできなくなっちゃった。あー登場ですね。<laughs> 久しぶり、青鬼。元気だったか、おめえ顔色悪いぞ。病院行こうぜ。あ、ここ病院か。<laughs> っていうね、無駄な、こういうね、しょうもない話もしてますけども、早速ゲームオーバーになっていくと、ちょっと操作方法がまだね、ちょっと忘れてるところあるわ。 はい、ということでね。まあ、今のはなかったことにしてくれ、みんな <laughs>。まあ、そういう時もあるよ。じゃあ、ここでセーブして、一応念のためにね。別に失敗するわけないよ。だけど、ここで一応念のためセーブしといて、これ取ると。で、青鬼ちゃん登場で、えー、追いかけるこがスタートのね。よし。じゃあ、ここからやっていきましょうかね。多分これ下に行って、ここの鍵だよね。オッケー、いた。で、逃げ切れる。はいはいはい、完璧。ちょっとセーブさせて、あ、セーブできない。今の化け物は一体。 初めて見るかお前は青鬼をどうなってるんだここは早く逃げなければ出口はどこだどこにどうやってここに来たのかを思い出せばなんか外ですごい雷鳴ってるちょっと怖いちょっと僕雷苦手なんだよそうだ浜辺で女の子が助けてく女の子といったあれだわあのワンの方のなんか序章編その3に続く話で女の子が主人公だったんだけど多分その女の子かなこの女の子は 思い出したぞ。あの子はここまで運んでくれたんだ。そうだ。えー、女の子が何か、えー、病室にメモを残していったのを、えー、かすかに覚えているぞ。あの女の子が気になってるの、今回は。OK。あ、病室に、あの、瞬間移動してくれたわ。<laughs> じゃあ、旦セーブして、メモを探すか。メモどっかにあるか。さっき調べてもなかったぞ。えー、ここかねえな。ここ引き出しとか入っとくかあった。中からメモを取り出した。何か書いてある。 えー、窓から見える、えー、隣の屋敷に人がいないか見てきます化け物が入ってこないように施錠しておきます安静にふざけんなおめえを施錠してねえじゃねえかよ青鬼がどん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 出てきやがってよおめえを嘘つきやがってこにやろう <laughs> ちょもうな、ね、嘘つきあ,あいつはもうなほんと後でお仕置きしなきゃいけねえな,いな、うん、よしじゃあ、えー、ちょっと窓押すとか見てみるかこれ見えるかなあ見えたうわすげえ 今の僕の <laughs> 現実みてえにすげえ雷やってんじゃんなんかすげえどっかで見たことあるような屋敷だけどなんかちげえなえー、なんとかの窓から見えるなんとかの窓のえっ、ー、そうだ、えー、よ嘘だよ俺えをつねように見えないあーあの子ちょっと怪しいなもしかしたらあの子が青鬼なのかもしれねえな,いな <laughs> 青鬼のなんか女王みてえなもしかしたらそういうご確認なのかもしれなえで俺をなんか すげえなんか青に仕立て上げようとしてるとかねそういう僕も考察してるからね今日はじゃあ新しいとこ探索していきましょうかじゃあ一旦セーブしてとよしいいね <laughs> よしえー、っとここは特にないねうん本がたくさんあるここは入れるとオッケー一応念のため入っとかんとねこういうのは。 サビついて動きそうんな,なんかこれ調べられるってことは何かありそうだねうーんなんか人体模型あるなあごめん <laughs> 戻っちゃったわうん動かないうん腕が取れそうだこれ取るな絶対これバールか <laughs> これバールじゃねえかこれちょこれ合ってたらちょっと拍手してあ全然違かったわ <laughs> えじゃあ何で取るの腕でしょだって人体模型の腕って何何取れるのバールじゃねえのわかんねえだから手で取れるのあーい,い はい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 すごいサクサク解いていくよこの謎を <laughs> 多分普通の人だったらなでも2パーの人しか気づけねえなこのこの違和感に <laughs> はいこれをバールで割るんじゃないでもバールをさコンクリート壁をバールで壊すってなかなか効かねえけどなじゃいセーブしていきますかね多分これ通れるでしょうあオッケー中に入るおっと新しいとこに来たねえーあこれ調べらねえ いろんな野球が置いてある。うん。ロック。ああ、これなんかで開けるみたいな感じか。何か書いてある。えー、避難訓練について、避難訓練は、かん、患者、重症、患者、軽症、えー、看護師、医師。え、医師、医師さ、3番目。もう看護師よ医師が大事だろう。うあ、3つ。あこれなんか順番に押す的なあれか あそうだな、それっぽいなあーっと出てきたね <laughs> よしこのこの瞬発力ねもう17歳になっても衰えねえよこのこのね10代の10代の瞬発力なめんじゃねえぞ <laughs> よし完璧いいねいや怖いよ <laughs> おめえ叩くぐらいだったら開けてこいよガチャっておめえそんなワン動作ができるのお前 B 型か血液型 <laughs> じゃあ一旦セーブしていこう何でだろうねなんかこういうさロッカーの中とか僕なんか狭いところ好きなんだよななんか落ち着くわ <laughs> なんかビチャっと守られてる感じがしていいよなじゃあ入ってえー、じゃあこっち青にいた方から見ていくかあー骸骨あんねうん不気味な骸骨 黄色の椅子が置いてある。黄色。これ怪しいね。あのボタンに関係ありそうだぞ。色的に。<laughs> なかなか黄色椅子ってねえよな。大体茶色か、シルバーだろう。シルバー灰色か。赤色はい。これ分かりました。僕分かりました。これ椅子の大きさじゃないですか。だから、青が黄色よりでかいか、赤よりでかいか、ど、真ん中かぐらいで変わるんじゃん。これ2マスね。赤2マスって覚えとこう。うん。ひびが入ってるようだ。なんだこれ。 なんでここだけ調べるのこれ、ああ、わかったよ、これ。バールじゃねバールで、割って、外雨降っている。だけ嘘、なんもできねえのこれ。<laughs> 特に何もなしなんだけど。え、割ったちょっとなんかごめん。なんか器物損害ちょっと歌えられ、歌えられそうで怖いわ。ちょっとやめてくれよ。ああ、小番号ね。ああ、これ女子トイレか。うん。あ、水 汚れている。これ汚れ落とすとかそういう感じか。だから洗剤か、たわしか、洗剤を持ってくるって感じか。うん。うーん <laughs> いきなり青に出てきたな。まあまあまあ大丈夫大丈夫。こいつらはね、あんま強くねえから。あの、なんだっけ、あのさ、こんにゃく、はんぺん。あの半ん,んが出てきたら僕はもうちょっと苦手だけど。まあ、これ普通のね、青に、やばい。やばい。やばい、あああー。あー <laughs> 普通に強えわ、こいつら。 よーし、今度こそ、マスさん、やられないように、ちゃんとしよう。ちょっと、ここはね、舐めちゃいけない。やっぱ、普通の鬼でも、やっぱ、青鬼にはさ、やっぱ、こういうね、やっぱ、プライド注文があるじゃん、やっぱ。どうしても、やっぱ、人間は捕まえなきゃという、なんか、そう、ゲーム的なな、そういうさ、なんか、2位みたいなのがあるじゃん。やっぱ、そういうのをね、やっぱ、青鬼も大事にしてるから、僕はちゃんと逃げなきゃいけない、真剣に。やっぱ、舐めてちゃ、僕もやられるよ、そりゃ。うん、怒られちゃう、青鬼に。よし、オッケー。で、ここで、セーブしよう、オッケー。 よしえー、っとちょっと待ってよ窓ガラスちょっとね割,割ってないことになってるから <laughs> ちょっとセーブしなかったからねじゃここでちょっと一旦割っとこうこれは何になるか分かんないけどここで一回器物破損しといてここになんかあるんじゃない青にいたんだぜなんかもう青にさ何こうおしっこ <laughs> おめえすげえ巨大なチンコでも持ってんのかなんか飛び散ってるんじゃないかよめちゃくちゃよやだななんか紫色のおしっこってちょっとなんかやだわそう思うとやっぱな黄色とかちょっと黄色半透明のなんかおしっこってちょっと可愛く見えてくるわえじゃあこれ多分ヒントだよねこの椅子だから覚えとこう 2, 2マス1マス2マス1マス2マス1マス <laughs> ちょ、もう、かみかみで。あー、怪しい。怪しい。これ絶対出てくる。絶対出てくるね。青の椅子があった。これ、青が、黄色よりも小さくない。わかんない。なんか、0.7マスぐらい。<laughs> 0.7マスぐらいだから、赤、黄色、青だな。順番的には。うん。ここが、石室のようだ。石室。石いやー、なんかびっくりした。石室で、石じ。 石室って何 <laughs> めちゃくちゃ言いにくいんだけど。うん。いろいろな、んとかの本がある。おーっと、ここ怪しさ満点青空レストランですね。うん。腕が取れている。あー分かったここにあの腕を持ってくんじゃねえのかこれ。うん。ここ怪しいね。なんか、なんかこうやってたらなんか上からこのライトが落ちてくとか、そういうのありそう。 じゃあ一旦セーブしてえー、っと赤が一番でかい黄色が中くらいで青がこれ多分0.7マスで小さい多分そういうことじゃないで、えー、その前にこの腕をさこれ取れないのちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って操作が間違えちゃったこれ取れないんだえこれバールバールがなくなってるおめえおめえバールぶん投げたかおめえ窓割るためにおめえふざけんなよおめえバール大事だぞマジで <laughs> おめもしもの時の武器になるんだからバールはえじゃあこれは赤で黄色青でいいんじゃんこれあー正解しちゃった <laughs> やっぱ0.7は正解だったんだな、ね、やっぱ黄色より小さいんだあの青はオッケー何このサクサクとクリアしてくこの華麗なるプレーもうプロと言っていいんじゃねえかこれ <laughs> でも僕な、あんまプロって言うとな、もう、コビトレで叩かれるからな、もうな、200件ぐらい来たんだぜ。なんか、僕はなんかね、某、某ゲームでなんかプロとかね、適当に嘘ついて名乗ったらさ、わかりやすく言うために。そしたらとんでもない、おめ下手っつうな、肝とかすげえ死ねとかいっぱい来たぞ。じゃ、この多分ゲットしたメスでこれね、取ればいいんじゃないオッケー。なんかメスでさ、切り落とす人体模型って何ちょっと怖えグロくね、なんか。な、本物の人、あれなんじゃねえの え、じゃあ、この腕を、えー、こいつにつけたら、喜んでお、なんかくれるんじゃないか、これ。ちょっと待って、まだ押しちゃった。えー、つけ前に一旦セーブして、OK。で、えー、アイテムから、この人体模型を腕をつけるとはめた。ん何か落ちてきた空のペットボトルどっから落ちてきたんだろうね。なんか、なんかね、<laughs> 鍵とかが落ちてくるのはまだわかるけど、空のペットボトルどこに持ってたんだ、あいつは。 ええー、じゃあ、空のペットボトルは、わかったあーガラス割ったから多分さ、ガラスのところでさ、なんか、おーい <laughs> なんか対岸にいる人におい、なんか話しかけるぐらいの大きい声出しちゃったわ。まあそんな大きい声じゃないんだけどね。今あんまり、小時間帯にあんま大きい声出す,出すとさ、ちょっと近所めやになっちゃうからよ。<laughs> いやー、もうなー、ちょっと壁が厚い、なんか家に引っ越してーな。<laughs> <laughs> いや、みんなもね、オンボラーパートはやめた方がいいぞ、マジで。ちょっと壁薄いとな、マジで。あの、結構の頻度で、近所迷惑になっちゃうからね。まあ、僕まだ2回だけ注意されたぐらいだけどね。あの、約、約3ヶ月ぐらいするんで。よし。えー、ここで、多分ペットボトル使うんじゃないかカラーペットボトルに雨水を入れた o k ケ,ケー。で、これ、はい分、はい、わかったはい、はい、はい、わかった、わかったこいつを、えー、っとね、ここに入れて、 汚れ落とすんじゃないオッケーちょっと待って、ちょっ <laughs> ちょっと連打しちゃうんだよな連打癖があるわでえー、っと一旦セーブしてこれで水を使って汚れを流すんじゃないオッケーれを落とした何か書いてある9365草ロゴ草くさ草ごく草ろごオッケー草さろ、okay、扉が開いたようだよしこれで進むぞ結構さサクサククリアしてるから これもうだいぶ、もうクリアしそうじゃないこれ <laughs>。わかんねえけど。そんな長くねえだろ。来た新しいところに、ったセーブしよう。新しいところに来たらセーブ。これはマジでね、鉄則だからね、これは。これやんないやつはもうダメ <laughs>。ごめんなさい。もしかしたら、えー、ほとんど人がやってないかもしれません。なんだこれ。本がたくさんある。ち一個ぐらい盗んでいこうぜ。なんか高く売れるのありそう。タイヤのネジが緩んでいる動き。あー、なんか、 ネジ回しか持ってくれない,いんだよドライバーとか。うん、ここ入れるよね。ただ、ここ距離があるから、ちょっとな、隠れるんではちょっとあれだな、戻った方が早そう。うん。ここは何もないね。あー、ここはトイレなのか何なのかわかんねえな。うん、電気がつかない。うん。 ドライバーをゲット。これだな。これをタイヤのとこで使うんだな。はいはいはい。で、これで暗証番号と。よし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 。セーブショー。いや、いいね。やっぱこういう風になんかサッサッサッとグリアするってやっぱ気持ちいいよな。<laughs> やっぱでもそういうのも好きだからよ、俺も。だから上手い人のプレイとか見ちゃうんだよな。で、ここで、えー、ドライバーちゃんを使って、OK。これ何もらえるの車椅子が動いた。あ、ごくんかい。何があるぞ。 電源コードを手に入れたのでこれを電源差し込めはこれクリアなんじゃねえでしょうかよっしゃいいねいいねこの一回もぬまってねえぞ今んところめちゃくちゃいい <laughs> 今んところはうんじゃあここにえー、電源コードを使ってとああセーブすりやがったまあ、いっか電源コードを使ってパソコンの電源をつけたと何が書いてある 357891246あーああああわかんねえなにこれ <laughs> やべえああちょっと待って中卒の僕にはちょっと難しいこういうのちょっと <laughs> ああ頭痛くなっちゃうわねえちょっとこういう数字とか英語とかそういう見るのちょっと無理なんで頭痛くなっちゃうなんだこれ謎解きだよなこれなんか頭の柔らかい人にはいやなんか溶けるみたいなえっと 引き算してみるとか ?35789 引く、25689、uh, だから、ん7、1、100、100、100、100、1100、1100、1246引く、1347は、えー、あれ、引けないわ。引けない。引けない。 引けない。これな、だって3-6はって言われても、3-6は何 ?0 <laughs> やん。えー、わかん、ないよこれもう。はてなって何 ?4? えー、ちょっとむずすぎねえかこれ。ちょっと待ってくれよ。<laughs> ここに来て縫わるのはちょっと恥ずかしいわ。ええー。わかんねえ。なんだこれ。数字が並んでいるようだ。順番や規則性に注目してみよう。左の数字にあって右の数字にないもの。ははは。 <laughs> やべえ、ヒントをみんなに黙ってみたけど分かんなかった、ちょっと <laughs>。やべえ、ヒント見て分かんねえんだけど、なにこれえ、左にあって右がない全部あるだろう。9!8 と9がない。8と9がない。いや、8もあるあいや、えいや、えあ <laughs> ちょっともう。あわ分かんねえよ、なんだこれ。はあ、分かった <laughs> もう5分ぐらいかかっちゃったわ。これは、1、2で、で、左に3、で、右に4。だからこれ、あのー、左に合ってないもんだから、1、2、3、4、5だから、えー、はてなに入る数じゃ、えー、1があるから、2、3、4で5割る。えぇ、ー、1、2、3、1、2、3、え違う、3、2、3、4、8!2、3、4、8だうおー やべえ、俺、天才だわえぇ、ー、2、3、4、8! これでどうだいけんじゃねえやったー <laughs> 溶けてよかったマジで、ちょっともう、もうワンチャン溶けねえんじゃねえかって言って、もう泣きそうになって泣きました。もうちょっと <laughs>。あーよかったーいやーもう、こうならないためにもみんなも勉強しような、ちゃんと。なんか新しいとこ行きたなー ええと、新しいとこ来たらセーブすると OK。もう31巻もセーブしてんだ。うん、ここは、うん、いろんな役員がある。これは変わんないのかなうん、変わんないね。鍵がかかっているようだ。うん。鍵がかかっているようだ。じゃあここは、あー、トイレだ。これ、ポカポカできる。 パコパコできるよね。ええー、できるからと言って何もねえよな、これ。でも3つなんだ、これ。不自然だな、なんか形が。何が見える気がするが、薄くて見えない。んここは隠れられる。怪しいね。これ絶対追いかけられるの。なんか上にあるけど、あれ取ったら、鬼に,に追いかけられるとか、そういうのありそうだな。<laughs> そういう、想像もしていくぞ僕は。倉庫の鍵は、あそこの鍵は縛ってとこか じゃ一旦セーブして倉庫に行くがオッケーえじゃあ行きまっかねうんおーい分かってた分かってたすぐにすぐにオッケーはいはい分かってましたよと <laughs> いやもう見え見えなんだよな うん、もう分かってる分かってる。絶対新しいとこ行ったら絶対青鬼出てくるから。OK。<laughs> って思ったけどさ、こうトイレのさ、ドアならさ、上からこう背伸びする青鬼も多分見えるぞ、俺のこと。なのに見てこねえ青鬼は意外と優しいのかもしれねえな。よーし。じゃあ、え、青鬼がいたこの部屋を調べましょうと。うん。なんかこれスイッチ押す。 ちょっと押さないちょっとまだまだ声ちょっと一旦調べてがな何もしかしたらな、ね、何もないこれ押せってことじゃん押すスイッチを押して部屋を暗くしたなんで暗くするの怖くなるじゃない <laughs> じゃないっていうなんか口調に変な口調になっちゃったわ一旦セーブしてこれ何か変わってんのかな暗くしたからああんかあれか見えるようになってるのかあの文字がここのこれ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  何か浮かび上がっている。目、口、目、目、口。目、口、ん目、口、目。目、口、目、目。目目 <laughs> 何だろうこれえ三、ー、つ。三ライン。三ライン。三ライン。わかったこれトイレだだから、えー、目が開く、閉じる開く、開く閉じる、開く開く。 開く、閉じる、開く、開く、閉じる、うん、開く、開くなのか、開く、閉じる、開く、開く、閉じる、開く、開くなのか分かんない。とりあえずやってみよう。開く、閉じる、開く、多分閉じちゃダメなんだよね。えっと、これ、ちょ、っと見ていいえ、開く、閉じる。で、この次だな、これ。何にもないのか、開けるのか。開く、閉じる、 いやーどうだこれわかんねえなあ、怪しい。あここどうだここ悩むよな下行くいや、上だな。ひら、いや、いや、これ、違うっぽい。いや、どうだこれ。であ、これもう、もう一回やるか。えー、開く、閉じ、開く、えー、開く、閉じる、で、これでここを開いてからのここを開いたら、違うか。 <laughs> 合ってたわ、意外と、正面玄関、ああ、もうクリアしちゃったわ、みんな。<laughs> やべえ、尺足りるか。まあでも、今、どんぐらい飛んでるああ、もう、約3、もう30分以上取って外しちゃうちゅう、もうん神々、だ。ミカもう30分飛んでるのが、じゃあ足りるか、尺。おーあーい。正面玄関、多分こう、あれ、左だよね。クソ、また出たか、化け物おめえ外へ出れば、こっちもんだ。こっち来い。正面玄関、そんなに煽って大丈夫か。 私は廃病院から逃げ出し必死に走りましたしかしうわー火曜サスペンスでしか見ねえようなガキに登場船越英一郎とかが後ろにおるぞこれやべ僕には見える私はそこで初めて分かったのですその島が誰もいない廃墟の、えー、塊であり今は今では化け物の巣、えー、窟となっているのだとそしてもう何どっ などこにも逃げ場はないのだとうんもう絶望的な賭けだもんなおーっとなんだこれこれが全体図かめちゃくちゃいいなだから青鬼3これで続くのかいや面白え <laughs> 青鬼3やりてえなただうもうちょっとだけ食べようかな あと一週間ぐらい。うん。やっぱ、やっぱ、食べて食べて食べて我慢して、我慢して出した方がやっぱす気持ちいいじゃねえか。やっぱそういうことだよ。ああ、もう一度ブルール、ああ、これはやったね。ええー、青鬼1の方ね。うん。ってことで青鬼2でした。はい。えーまあ、ええー、青鬼2でやったんですけども、なんかこのね、なんか氷をに氷をね、ゲットしたんだけどね。えー、またまあ、やーまあ、うん、近い 近い将来、えー、この旅人編とかね、クリアしたんで、えー、アオリスリーの実況も上がると思うんですけどもね、えー、まあ、よかったらね、いいねとチャンネル登録してね、えー、神々だけどね、えー、待っていてくださいっことになっしゃでした。また次回の動画でお会いしましょうバイバイ。